皆さんこんにちは、料理家の木島隆太です。さあ今日は副菜の定番もやしのナムルをレンジ一つ、さらに袋の中でできちゃう、そんな簡単に作れるやり方を紹介したいと思います。さあでは今日使うもやしです。スーパーで売ってるもやしって大きく分けて3種類あるんですよ。これブラックマッペっていうちょっと細い種類、あとはこういう、緑豆もやしっていうちょっと太いやつ、あと豆もやし、ね、スーパーだと大体この3つが売ってると思うんですけど、今日作るようなナムルの時は僕は個人的にこのブラックマッペ細いやつがおすすめです。やっぱ食感が一番シャキシャキ感が残るんですよね、細い分ね。このもやしをさっと洗ってこの調理用のポリ袋に入れます。今日はとにかく袋だけで完結する作り方を紹介します。何にも入れない、もやしだけ、洗ったもやしだけです。これをレンジに入れて2分加熱します。2分経つとかなりしっかり火が通ってる状態なんだけど、今日はさらにもう一歩踏み込んで柔らかくしたいので2分レンジにかけてさらに2分待つ、余熱で通すという感じなので4分後にまたお会いしましょう。さあ、レンジで2分かけてさらに2分レンジの中で余熱を通す、ちょっと開けてみます。パカッ、今こんな感じ、もう熱々でかなり柔らかくなってます。レンジ加熱だけで火を通そうとすると、加熱しすぎの部分が起きたりムラが起きちゃうんですよ。なので余熱で全体にしっかり火を通す、今こんな感じなのよ。でもやしのナムルとかあえ物ってこの熱々のうちに調味料を絡めちゃうと、そこからどんどん水気が出ちゃってどんどん薄まった味になっちゃう。なので僕はよくねこれを一回水にさらします。で今日せっかく袋なので水にさらすのも袋の中でいっちゃおう、はい、袋の中に水を入れる、じゃーっとね、はい、で揺すってあげれば勝手に冷めていく。これやるとさ台所汚れなくていいです。で粗熱をまず取る、はい、粗熱が取れてきたらこの袋の水を流す。あ、はい、すごい出ちゃった、後ですくい出しておきます。で水気を軽く袋の上から絞っていく、一回シャカ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 とやってからもう一回絞る。あんまりギュギュやるとね繊維が崩れちゃうから優しくキュッキュッキュッと、はい、これで余分な水が出ました。はい、ほぐしてみると今こんな感じになってます。こっから味付けで順番が本当僕これだけは大事だと思う。ごま油から入れていきます。まずごま油を入れてもやしの周りに油の層を作る。油が馴染みました。馴染んだらここに調味料どんどん入れていくと、お塩とお砂糖をちょっとね入れるとコクが出て美味しい。あとこれもうほんと好みなんだけどおろしにんにくをちょこっとだけ、もう耳かき1杯分ぐらい、耳かきって最近あんま見ないね、はい、入れたらここでまたシャカシャカ振る、はい、味が馴染んでいるはずです。ここでちょっと味見してみましょう。うまいうまいうまい。そしたら仕上げにもうここから入れても入れなくても好みです。胡椒、あと白のすりごま、これを入れてシャカシャカ振ってもやしナムルができました。これで冷蔵庫でね2日3日は持つので、俺はなくなったらすぐ作るみたいなので週1週2は作ってる、そんな木島の定番副菜でございました。お疲れ様でした。さあとりあえずのナムルって感じよね。うまいわこれ。水気を絞っても食感が程よく残るのがこのブラックマッペのいいところなの。ほんとこのシャキシャキ感が美味しい、味付けも抜群じゃない、ちょっと砂糖を入れるだけでねコクが出て美味しいんですよ。これつまみに持ってこいでしょ。冷蔵庫からなくなるとあ作ろうって思う。レンジですぐ簡単に作れるんでぜひ皆さんも作ってみてください。チャンネル登録コメントいいね、チャンネル登録いいね
コメントお待ちしております。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。